1959年の阪急ブレーブスでは、1959年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、藤本定義監督の3年目のシーズンである。前半戦終了後に、藤本監督が辞任し、後半戦から戸倉マッサル城監督が就任したため、戸倉監督1年目のシーズンでもある。1955年から4年連続、 藤本監督が就任以来3年連続で A クラスと校長のチームは前年優勝の西鉄2位の南海に食らいついたことから優勝が期待された。しかし春先からチームは不審で4月を首位の南海から8ゲームも離されて屈辱の再開。5月以降は再開を脱出するも近鉄がマークするなど苦戦を強いられた。7月に首位独走の南海に29ゲーム。 4位の西鉄29ゲームをそれぞれ話され、前半戦終了後に藤本監督が小林オーナーに辞表を提出。6月27日から8連敗、7月19日から11連敗と大型連敗の続いたチームは、徳倉監督が就任した8月以降の巻き返しが期待されるも8月25日から5連敗。 9月は6連勝もあって12勝6敗と勝ち越すが、10月に入って7連敗。それでも、近鉄の内紛に助けられ、過労死で再開は免れたが優勝の難解に5勝21敗、2位、大前に9勝17敗と大きく負け越し難解の優勝をアシストする形となった。投手陣は、米梶の米田哲也、梶本隆雄がローテーションを守り、 足立チミツヒロが台頭するなど明るい話題もあったが、米田、梶本は、打線の援護なく、負ける試合も目立った。打撃陣は、不動の一番、ロベルト・バルボンやコーのアキテルラの活躍で135、盗塁は、リーグ1位も、太陽から遺跡の青田・昇ボルの衰えもあり、チーム本塁打は5位の57本で、チーム打率、安打数もリーグ最下位に終わった。ありがとうございます。